毎回ゲストをお招きしていろんな話をじっくりゆっくり深く聞いていく J ネットカフェ。 MC は私スポーツライターの瀬浩二と元 JKG メンバーの太鼓ちゃんでお送りします。太鼓ちゃんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回のゲストはこちらの方です。はい、本日のゲストは12月10日 J ネクサス新宿フェイス大会に出場するジャンジラ事務所属シュン・ジャンジラ選手です。シュン選手よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。シュン選手はアマチュア王者を経て2015年2月にプロデビュー、今年6月には無線で挑戦者決定トーナメントにも挑むも判定負けを喫しました。しかし8月には再起を飾り現在2連勝中。今回は NJKF キラー隼人選手と対戦します。ちょっと緊張してる。はい、はい、緊張してます。隼人さんは結構得意な方ですか？いや、そんなに得意じゃないですね。はい、結構硬くなっちゃいます。あ、はい、まあ、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いろんな話を聞いてくれます。はい、そのちっちゃい頃ってどんな子だったんですか？結構もうスポーツ、いろんなスポーツやってて、はい、スポーツ少年っていう感じでしたね。おー、はい、どんなのやってたんですか？とサッカーやったり、バスケやったり、水泳をやったり、まあ、一番本格的にやったのはサッカーなんですけど、はい、まあ、いろんなスポーツやってて。サッカーは結構いいところでいた？そうですね、高校の時に関東大会優勝したり。すごいじゃない。あと選手権の全国大会の県予選の決勝で2年連続行ったんですけど、あと1個勝てなくて、はい、ちょっといつも惜しいところで負けちゃったんですけど。ポジションはどこかな？僕ゴールキーパーだったんですよ。おー、はい、守備の要ですね。守りはい、ゴールキーパーやってました。でサッカーをずっとやってて、なぜまたキックの方に来たんですか？もともと J リーガーを目指すぐらい結構真剣にやってたんですけど、はい、身長足りなくてキーパーだとめちゃくちゃちっちゃい方なんですね。あ、そうで、大学行った時にも無理だなって思って、はい、なんかモヤモヤしてたらキックボクシング部の勧誘に会って、うん、でちょっと興味あったんで格闘技やってみようかなと思って始めたのがきっかけです。あ、じゃあもう最初学生キックだった？そうです、学生キックです、はい。じゃあ大学はどちらだったんですか？国士舘大学。国士舘大学、はい。あ、じゃあ勧誘のまんまじゃあやってみようって感じで。そうですね、はい。国士からさ、木戸康弘選手とか、はい、谷山俊樹選手とか、はい、いろいろいますよね。はい、はい、偉大な先輩ばっかりで、早く周りの先輩に追いつけるように自分も頑張っていきたいと思ってます。今も在学中？いや、今は、もう卒業して、はい、普通に仕事しながら、はい。じゃあもう最初学生キックでアマチュア活動としてやってた感じ？そうですね、はい。その時はもうプロとか目指してなかったんですけど、うん、その学生チャンピオンを目指して、はい、4年間キックボクシングやってました。で、チャンピオンになれた？チャンピオンになれなかったんです。なれなかった？はい、学生チャンピオンになれなくて、そうなんですよ、ライバルがいた？そうなんですよ、同じ階級にすごい強い選手がいて、うん、でその選手にトーナメントで負けちゃったんですけど、うん、まあ、それが悔しくてプロでちょっとやってみようかなっていうのが、はい、はい、きっかけだったですね。お、はい、で最初からもうジャンジラジムにいたんですか？そうですね、学生キックやってる時にはもうジャンジラジムに所属してました、うん、はい。それも家が近所だとか？そういう、そうですね、はい、はい、家近くだったんで、はい、ジャンジラジムちょっと入ってやったら、そうですね、アマチュアの時入ってから1回も負けなくて、そうですね、プロデビューしてからも結構いい戦績で怒られてる感じですね。ジャンジラジムの特徴ってどんな感じなんですか？いや、もう練習がめちゃくちゃきついですね。きついんだ。はい、めちゃくちゃきついです。会長が厳しい、他の会が厳しい。カズさんの練習メニューがもうとにかくフィジカルフィジカルで、うん、はい、そこはなんか他のジムと比べても全然もう体強いくなるな、うん、負けてないんじゃないかなと思いますね。じゃあまずはベースをしっかりってやり方なんでしょう？そうですね、はい。でジャンジラジムとこの間ちょうど10周年の記念イベントやったって言ったんですけど、はいはい、どうでした？僕もアマチュアの選手の試合とかの途中でプロのエキシビションで出させてもらって、はい、まあ、大会自体すごい盛り上がって、うん、はい、自分自身いい思い出になりました、はい。10周年のうちどのぐらい付き合ってるの？ジャンジラジム
僕が入ったのが、20歳ぐらいなんで、ちょうど4年から5年ぐらいですね。はい、カズさんもちょっと入って、じゃあ良かったって感じですね。はい、良かったです、本当に。はい、すごいいいジムです。あ、じゃあもう今日もこの収録終わったらもう練習って感じですか？あ、今日も練習行きます。はい、これから。はい、普通に。はい、これから練習行きます。あ、ちなみに練習がない時は何やってるんですか？練習がない時はほぼ寝てますね。もう起きてる時間は仕事か練習なんで、もう休みの時はもうずっと寝てます。そうですね、はい。もうとにかく寝たいって感じですね。はい、もう仕事も練習も全力でって感じ。そうですね、はい。じゃあもう特別キック以外にも特技とか趣味ってないの？は、まあ、サッカーやってたんで、たまに今でも子供たちにサッカーを教えに行ったりとか、うん、学生の時にサッカーのコーチとかやってたんですけど、はい、今もたまに休みの日はちょっと手伝ってって言われると、うん、サッカーの自分が所属してたチームに小学生を教えに行ったりとかはしてますね、はい、それが趣味かな。あ、じゃあもう、でもあれ、何かしらスポーツには携わってたね。そうですね、もうずっとスポーツやってたんで、うん、今もそんな感じですね。あ、じゃあもうサッカーからキックに来て、じゃあ今はもうキック道を邁進してる。はい、なんか本当、夢中ですね、今は。はい、結構奥深いですか？深いですね。やっぱ個人競技やったことなかったんで、キックボクシングめちゃくちゃ面白いですね。あ、はい、どの辺が面白いですか、その個人競技としても。まあ、キックもチームプレーのセコンドとジュヌでこう、で勝ちに行くって言われたと思うんですけど、はい、やっぱリングに立つのは一人なんで、うん、なんだろう、本当に自分との戦い、うん、まあ、それが結構好きですね。まあ、負けたら全部自分の責任だし、全て自己責任だもんね。はい、うん、なんか時々心細くなったりしませんか、リングに。そうですね、まあ、結構、まあ、孤独に感じる時もあるんですけど、まあ、そこが逆に好きですね、結構。はい、そういう時、あれですか、あの会場兼選手のカズジャンジラさんから何かアドバイスとか受けることはある？なんか試合前とかは結構心強い言葉とかでサポートしてくれますね、うん、はい、例えばどんな言葉を何かありました？自分がこう、なんていうの、自信持てるようなこととか結構的確に言ってくれたりして、うん、はい、もうなんか毎回小磯会長、テストチームの、はい、もセコンドついていただいたりしてるんですけど、うん、本当に安心して試合に臨めるサポートを受けてるなっていうのを実感してますね。はい、じゃあ、各会長が、小磯会長からも最近かけられた言葉で胸に突き刺さった言葉ってありますか？あ、そうですね、まあ、まあ、どの相手で言っても絶対お前の方が強いぞって言ってくれるのは、うん、不安を取り除いてくれるですね。はい、なんか試合に安心して臨めるっていうか。結構試合前、試合直前ってのは緊張しいですか？でもあんま緊張しないですね、僕は。はい、今日の緊張してる。今日の緊張してます。めちゃくちゃ緊張してます、はい。でもそんなにあれですね、スターって落ち着いてる感じがします。いや、もう隠してるだけです。そう、ドキドキ。いや、もうワクワクです。試合より全然緊張してます。あ、はい。今まで討論会とかなんかでこうみんなの前で喋ったとそういうのなかった？あー、でもなんかサッカーやってた時に、その集まっ合宿みたいな、100チームぐらい集まってる大会の中で1チームに1人一発芸やるみたいなのをなんか1000人ぐらいの前でやることがあって、その時はもう緊張して固まっちゃいましたね。じゃあ受けなかった？いや、もう何もできなくてヤバい空気になりました。はい、できなかったですね、本当。緊張しちゃって。いや、もう緊張して、それぐらい結構上がり症ですね。ハードル高いですね、結構やばいですね、一発芸。はい、なんかお笑い芸人の人みたいですよね、うん、そんな。でもキックの試合も四方からもう何百人何千人の人から見られるわけじゃん。はい、これもある意味結構あの緊張するシチュエーションだと思うんだけど。確かにそうですね、うん、なんかもう試合になったらそれまでもう練習で完全に仕上げて臨んでるんで不安はないですね。はい、まあ、一発芸の時は何にもない状態で上がったんで、はい、ちょっと本当に忘れられない思い出です。ドラマみたいな。ドラマみたいな、本当。はい、
じゃあもしあのね、カズ会長とかが酔っ払ったら、お前、今すぐここで一発芸やってみろとかしたらどうする？いやもう本当飲ませて潰しますね。いや怒られるかもしれないけど。わかりました、はい、ところで今年の4月から結構ハイペースで試合してますよね。そうですね、はい、4、6、8、10で、今度12、はい、5試合ですか、はい、この2ヶ月ペースどうなんですか？今はもう完全にキックボクシングに集中できる環境で生活させてもらってるんで、はい、あの怪我もなくて、なんか自分の中ではすごいいいペースでできてるなっていう、はい、間隔短いんで毎回ベストコンディションで、うん、なるほど、作ってます。はい、減量もそんなに厳しくない？階級上げてたら。そうですね、階級上げたんで今は全然もう前の日も普通にご飯食べてっていう。あ、普通に食べてる。あ、はい、普通に食べてます、はい。スーパーフェザーに上げたってやっぱり減量厳しかったから。減量、そうですね、まあ落ちないことはなかったんですけど、ちょっと普段の体重からだと結構幅があったんで、はい、まあ、そのフェザーとスーパーフェザーの2キロはすごい違いますね。 ちなみに減量方法はどんな感じで落としてるんですか？減量方法は、そうですね、まあ普通の選手と変わらないと思うんですけど、走って、まあ、食事制限って感じですかね、まあ、あとはいろいろ自分のやり方があるんですけど、そこは、はい、まだやってますね。毎回失敗したことはない？計量したことはないです。はい、結構今多いじゃないですか。そうですね、はい。ああいうみたいどうですか？そうですね、まあ一つでもいいと思うんだけど、まあ、ちょっと自分はやんないように気をつけないとなって、本当、そういう選手とか見てると。じゃ毎回毎回もう暴飲暴食はあまりしない？そうですね、しないように気をつけてますね。結構太りやすいんで。太り、あんまりそういう風に見えないけど、ね、太りやすいですよ、めちゃくちゃ。はい、何が好きなんですか？ラーメン好きなんですよ。はい、一発で取っちゃうんですよね、ほんと。太りそうなんですよ。はい、しかも深夜食べると。はい、もう最高ですよね。おいしい。じゃあもう試合が決まったらもうラーメンは絶対食べないってここに決めちゃう方ですか？そうですね、まあなんか減量してる時に結構まあ自分のやり方があるんですけど、1回2回ぐらいはその食べる日決めて、うん、ラーメンは食べる日を、はい、やってますね。はい。オフの日はどれぐらいの頻度で食べちゃうんですか？オフの日、あ、週に何回かってことですか？あ、そうです。そのオフの日でもあんま食べないですね。あ、そうなんですか？はい、ただその決めた日があって、ラーメンの日がある、食べれる日みたいなのもペース作ってやってますね。はい。ちなみに何系が好きなんですか？僕家系。あ、はい、ジムの仕掛けにすごい美味しい家系ラーメン屋さんなんですけど、試合決まってないと週4ぐらいで行きますね。週 4？ はい、行きますね。デブですね。でも食べた日の翌日はよく走ってるって感じ？そうですね、食べた次の日は本当もうなんか何も食べれないぐらいその1回で食べちゃうんで、うん、ちなみにそのラーメン食べるとき誰かと付き合ったりするの？選手で。あ、なんか友達と一緒に、うん、はい、地元の友達とかと。選手でとかは、まあ、ジムでそもそもカズさんしか選手いないんで、うん、はい、そっかそっか。会長と、まあ、ラーメン食べに行ったりすることもあるんですけど、うん、結構友達行ったりすることです、うん、よくあれですね、選手のやり取りやってる鉄砕ジムの選手とはどうなんですか？あ、そうですね、まあ、今度一緒に出る宇佐強よしやとか、うん、まあ、蓮沼選手とか、うん、あと漬けらん選手、小瀬選手とか、もうみんな仲いいですね、ほんと。はい。時にご飯一緒に行ったりとか？あ、します。はい、みんなで飲みに行ったりとか、うん、はい。どんな飲み会なの？陽気な飲み会？陽気…まあなんか結構楽しい感じで、はい。あ、誰が一番強いの？あ、この中でですか？いやー、まあ会長2人っすね。会長2人強い？会長2人強いです、はい。結構目が座ってきて。そうですね、こいつさんは本当になんかめっちゃ飲みますね。飲む？はい、すごい強いです。もっとロッカーの人なんですよね。そうですね、はい。いや、もうびっくりするぐらい、はい、強いです。香りも変わらない。香り変わらないんだ。変わらないです。はい、わかりました。で、12月10日、今回のハッカイジャパンの隼人選手と戦うところで聞いたんですけど、はい、この選手の情報ってのはどうなんですか？
あ、なんか映像を何試合か見たり、あと、まあ、いろんな人から話聞いたりして、うん、結構僕と似てるタイプなんで。似てるタイプ。はい。じゃもう一人の自分と対戦するような感じ。そうですね。はい。やりやすい、やりにくい。そう、まあなんか自分と似てるタイプなんで結構やりやすいのかなとは思うんですけど、はい、しっかり対策を練って会長と試合に臨めたらなと。もう戦略攻略もバッチリ。そうですね。まああと1ヶ月なんですけど、ちょっとそこそこ定めつつ、うん、はい。試合当日はどの辺に注目したらいいですか？試合当日、はい、そうですね。なので、まあなんかね、面白い試合できるように、はい、頑張るんで、うん、なんか普段とは違う瞬間を見せれたらいいなと思ってます。あ、ちょっと違う。そうですね。でも多分2017年度の最終試合じゃない。はい。そういった部分はちょっと気にしますか。そうですね。まあ一回負けてるんですけど、うん、まあ勝ちで。締めれるように、うん、固く勝ちに行きたいなって思ってます。じゃあもう固く勝って2018年度こうしたい、ああしたいってなんかビジョンはありますか？2018年は来年はタイトルに必ず絡めるように、うん、はい、頑張りたいと思ってます。まずはジェネットワーク。ジェネットワーク、はい。じゃあもうこうやってこの人に勝ったら次こうなって、こうなったらタイトルマッチだと思う。なんとなく青写真を描いてる。そうですね、まあ、僕が今4位で上にいる選手は、うん、まあ、もちろん気にして、はい、まあ、そこに近づけるように。この選手だったら面白いだろうなっていう上位ランクがいましたか？あ、まあ、チャンピオンの真塩選手、うん、はい、試合したいなと思いますね、うん、めちゃくちゃもう強いと思うし、うん、いい選手だと思うんで、はい、一回試合したいですね、はい。でもやったら当然勝つ自信は現状でもあるわけでしょ？そうですね、もちろん、はい。まあ、吉田選手もしやるってなったらそのための準備もするし、うん、はい。もしタイトルマッチが決まったらこうどうなりますかね？そうですね、まあ、でもいつもとそんなに変わらず、うん、はい、同じ練習して、うん、まあ、会長としっかり対策練って、うん、はい、平常心で。あの、家族や友人ってのは結構サポートはしてくれてるんですか？そうですね、まあ、友達とか、まあ、家族もすごい試合見に来てくれて、うん、はい、結構応援してくれるんで、うん、本当にすごいサポートしてくれてます。あ、じゃあ、お父さんお母さんもキックボクシングに対しても理解がすごく深いんですね。そうですね、まあ、最初は結構心配されてたんですけど、うん、はい、今は結構理解してくれて、うん、食事とかもしてくれたりします。あ、じゃあもう減量食もお母さんが作ってくれる？いや、今はちょっとまた別で一人で、うん、はい、住んでるんですけど、うん、で今自炊系。あ、そうですね、はい。何が得意なんですか？いや、もういや、もうなんか素材ですね。素材も素材そのそうですね、はい、もうそのままっすね。あ、もう豆腐は豆腐って感じ。そうですね、はい。なんか鍋みたいになってますね、いつも。いつも鍋ただ煮込むみたいな。はい。わかりました。じゃあですね、最後に応援してくれてる方々にですね、カメラに向かってメッセージをお願いします。はい。はい、どうぞ。はい。まず12月10日、来年につなげるために勝利で締めくくるんで、変わらずこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストはシュン・ジャンティラ選手でした。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。